WBS 和歌山放送ミュージックガレージ、毎週日曜日夜9時から放送しておりますが、ドンキーさん、はい、我々の番組に急に一輪の花が咲きましたな。一輪どころかな。え、僕も入ってる。もともと、あ、もともと、もともと、もともと、さらにね。え、さあ、ということで自己紹介をお願いしたいと思います。はい、シンガーソングライターのゆめです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう8月15日から、毎月第3日曜日にレギュラーとしてご出演していただくことになりました、ゆめさんです。以前番組にね、ゲストで来ていただきましたけれども、そこからあっという間のレギュラーということなので、ちょっと意気込みを聞かせていただきたいなと思います。はい、もう無茶ぶりでもなんでもちょっと頑張っていきたいなと思うんでゆめた、よろしくお願いします。来ましたね、皆さん無茶ぶり何でも言ってましたけど、宣言したね、宣言しました。素晴らしい。8月15日の放送なんですけれども、どんな内容ですか。はい、ここ来てますよ。キッサンゴや2人ともえらいことを思ってますからね。事件でしたね。事件でした。決して放送事故ではないので、そこから皆さんまだご理解いただきたいと思いますけれどもね、それを楽しみにしておいていただきたいのと、はい、後ろのこちらね、ご覧になっていただきまして、はい、ゆめちゃんのね、アルバムもリリースになってますので、ぜひともあの概要欄の方から覗いていただいて、アルバムなどもチェックしていただきたいと思います。はい、ミュージックガレージ、毎週日曜日夜9時から放送しております。WBS 和歌山放送です。さあ、ドンキーさん、最後に一言ドンと締めてください。イエーイ。